さゆちゃん、はい、新潟駅にやってまいりました。はい、いい天気ね。いやー、すごい気持ちいい。突然ですが、ふーちゃん、はい、新潟県外からお友達とかね、知り合いが来た場合に何を食べさせてあげますか？やっぱお寿司とか。あ、魚介ね、はい、あとやっぱ日本酒じゃないですか。あ、日本酒ね、はい、かすってるけどね、お寿司も日本酒もかすってるな。米でしょ、新潟といえば。米、米そのもの。あ、でしょ、まあ、確かにめちゃくちゃ美味しいですからね。めちゃくちゃ美味しいでしょ。なので本日は新潟駅周辺で食べられるおにぎり特集。よいしょ。とにかくね、県外から来た人たちには美味しいおにぎり食わしとけいいんすよ、ふーちゃん。他の県わかんないですけど、新潟ってやっぱその米どころのせいか、おにぎり専門店みたいなの結構あるんですよね。めちゃくちゃ多いですよね。めちゃくちゃ多いよね。なので本日はちょっとよりすぐりの、はい、まあ、新潟駅からしかも歩いていけるようなおにぎり屋さんを紹介したいと思います。おでは早速、はい、1店舗目いきたいと思います。はい、まずはね、新潟駅の中です。だってもう新潟駅着いたらさ、すぐお米食べさせてあげたいでしょ。いや、それはそうでしょ、遠くから来た人に。遠くから来た人に、はい、こちらドン出ました、爆弾おにぎり屋という結構有名なね、おにぎり屋さんです。これは本当に美味しいんですよね、ここ。で、名物のその爆弾おにぎりですよね。ちょっと一発目いっちゃおうかなと。最初からすごいね。最初からね、飛ばしていきますよ。でも綺麗ね。綺麗ですね。いや、めちゃくちゃ建物もめちゃくちゃ綺麗。見て、1号の爆弾おにぎり、これ今日行こうかなと。爆弾おにぎりの具を選んでねっていう。田所豚そぼろとかで、この銀鮭、これが多分めちゃくちゃ美味しいんですよ。でもちろん梅干しとかね、焼きたらこもありますし、明太子もありますし、しょっぱなじゃないですか。で、我々やっぱ新潟県人じゃないですか、はい、やっぱ魚介じゃないですか、新潟といえば。確かに定番といえばやっぱり何ですか、うーちゃん。鮭。そう、鮭、よかったよかった、鮭って出てきて一発目ちょっと鮭いきたいなと思いますよ。爆弾おにぎりの銀鮭ください。レジしてくると、お姉さんがもう握って、その場で握ってくれてる。あ、なんかすごい、すごいどっさり思いっきり詰めてますね。めちゃくちゃ詰めてるね。でかっ、ふーちゃんの顔の半分ぐらいあるよ。え、あ、私の顔の半分。半分ぐらいある、すごいね。これウォーミングアップでいける、ふーちゃん大丈夫？いや、読みますよ、だって今日はおにぎり会ですから。まだ一発目だからね、ペロリといっちゃう感じで。もう今めっちゃお腹減ってますから。お腹減ってる。いただきます。おお、もういった。おいしい。おいしい。まだでも具出てきてない。具出てきてないけど、ね。そこまではいかなかったです。米自体がめちゃくちゃうまいから、うん、もうその時点で美味しいよね。いや、もうこれお米本来の旨味がやばいです。もう塩結びでも美味しいからね。うん、うん。いよいよ中身見えてきたね。おお、しゃけごといった。ごといった。お米がさ、ツヤツヤしてるよね。宝石みたいな。本当だよね。いったね。うん、え、もうあのふーちゃんの顔の半分ぐらいあったやつが今この胃袋の中。はい、あっという間でしたね。いやいやいや、よく飲み物なしで食べれたよね。お茶か何かをね、買ってあげた方が良かったかなって思ったんだけど、あまりの勢いに忘れてました、お茶のこと。お茶なしでも全然問題なかった、ね。うん、そうだよね。じゃあどんどん行きますよ。はい、じゃあこの後また2店舗目行きましょう。はい、さよちゃん、はい、やってまいりました。こちらドン出ました、握り米。一回行ってみたかったんですよ。散々テレビとかでも取材されてますし、うんうん、ここはまず外せないかなと思います。いや、そうですよ。そうそうそう。で、食券なんですけど、食券、おにぎりの種類がめちゃくちゃあるの。うわ、見て、
これ全部おにぎりだから、めちゃくちゃあるでしょ。なので、はい、こちら横見て、ここになんとランキングがあります。これ上位10位が出てるんで、はい、ふーちゃんじゃあこの中から2つ選びましょうよ。いいっすか。いいよいいよ。サーモンチーズ。あ、サーモンチーズいいね。変わり種きたね。あとやっぱり私としては外せないのこれじゃないですか、うん、あ、ネギチャーシューね。はい、ネギチャーシューおにぎり、変わり種2個きたねサーモンチーズとネギチャーシューピンとお願いします。ネギチャーシューとサーモンチーズですね、はい、こちら店内でお召し上がりでよろしかったですか。はい、ということでこちらと出ました、握りたてのおにぎりです。あ、早く食べたい今さっき本当握ったばっかりのやつですからね。いただきます。うん、うまっ。サーモンとチーズももちろんなんですけど、ネギが結構いい味出してます。そしてそのご飯のふっくら感半端ないね。家の炊飯器ではこれはできないようなキラッキラしてる、うん、なんかお酒にも合う気がします。出た、すぐお酒飲みたがるからなすぐお酒に合わせようとするからな、食べ物を。続きまして、はい、ふーちゃんが最も食べたがってた何でしたっけ。ネギチャーシュー出ました。ネギチャーシュー、おー、めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。想像以上にご飯とマッチしたチャーシューが出てきました。ラー油がピリッと効いてて、それもまた美味しいです。これ間違いないでしょ、はい、チャーシュー丼をおにぎりで握っちゃいましたってやつでしょ、うん、あ、これもビールに合いそう。さゆちゃん、はい、バンダイシティやってまいりました。実はね、バンダイシティにもおにぎり屋さんあります。ありますよね。あります。我々の大好きなバスセンターにね、大好きでしょ、バスセンター。いつも行きますからね。いつも行くよねそうそうそう。さあ、そして、はい、ラーちゃん屋とね、バスセンターのカレーが食べられるもう最高のスポットでございます混んでますね来ました、行きましょう、はい、ドン出ました、ことぶき屋。じゃあ、たらことすじこ一つずつお願いします。たらことすじこでお会計370円。海苔の香りがね、してるねそしてこのバスセンターでね、バスを背景に食べるおにぎり最高でしょこれ。いや、なんか遠足にこれから行くみたいですねそうだよねいただきます。うーん、おいしいです。ご飯に対して その具の量多くない？多いですよねサイズ感もいいね、なんかサクッといけちゃう感じ、はい、すじこの汁がご飯全体に絡まってるんで、最後まですじこ楽しめちゃいます。いや、これ最後にふさわしいんじゃないですか、はい、ことぶき屋さん、うん、これ食べてバス乗るもよし、うん、バスで降りてきてから食べるもよしということで、おにぎり特集いかがでしたか。いや、なんかすっげー贅沢した気分ですね。で、県外からね、お友達来た時に、うん、おにぎり食べさせたいでしょ。いや、これ絶対食べてほしい。食べてみないと本当どれぐらい美味しいか分かんないですよ。そうなんです。今日紹介したお店も氷山の一角でしかないですから。新潟結構おにぎり専門店めちゃくちゃありますからね。めっちゃありますよね。ぜひ皆さん探してね自分のお気に入りのおにぎりを見つけてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうかということで、ここまで見ていただいた視聴者の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。